本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。それからインターネット中継をご覧の皆様、予定の時刻を過ぎまして申し訳ございません。お待たせしました。これよりディストラクションの一夜明け記者会見を始めさせていただきます。おかげさまをもちまして今年のディストラクションも大田区、広島、そして神戸と大盛況のうちに幕を閉じることができました。また新日本プロレスは次のビッグマッチに向けて突き進んでまいります。では次回のビッグマッチに向けてのまず発表から行いたいと思います。次のカードなんですが、10月の10日ですね、大きな大会が決まっています。10月10日の祝日、会場は東京の両国国技館、戦国演舞絆プレゼンツキングオブプロレスリングが決まっています。この対戦カードが、今記者の皆様お手元にございますが、私から改めて発表させていただきます。全部で今回は9試合組まれておりまして、まずですね、3時半より10月1日よりオンエアが始まりますテレビアニメタイガーマスク W 放映記念のスペシャルマッチ、タイガーマスク W 対レッドデスマスクの20分一本勝負が行われることになっています。またいくつかタイトルマッチ等をご紹介させていただきますと、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、チャンピオンのマット・ジャクソン、ニック・ジャクソンに対してリコシェとデビッド・フィンレイの挑戦が決まりました。そして IWGP タッグ選手権試合として、チャンピオンジェイ・ブリスコ、マーク・ブリスコ組に対してタマトンガ、タンガロアの挑戦も決まりました。それからタイトルマッチ続きましては、ネバー無差別級選手権試合、柴田勝頼選手対カイル・オライリーの試合が決まっています。それから東京ドーム IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞争奪戦としまして、挑戦権利賞保持者のケニー・オメガに対して後藤博樹選手の挑戦が決まりました。そしてメインイベントとして IWGP ヘビー級選手権試合、すでに発表されております、チャンピオンの岡田和親選手に対しては丸藤直道選手の挑戦が決まりました。なお今回は内藤哲也選手と武士選手に関しては、真田選手、イービル選手と組みまして、棚橋博史選手、マイケル・エルガン選手、串田選手、ジェイ・リーサル選手とのスペシャル8人タッグマッチが組まれております。なお10月8日の魚群沼大会、それから10月15日の台湾大会につきましてはお手元の資料でご確認いただきたいと思います。以上、10月10日の試合につきまして主要カードを発表させていただきました。また新日本プロレスとノアのスペシャル8人タッグマッチなど、残り3試合も組まれまして、繰り返しになりますが全部で9試合が組まれています。3時30分からの、スペシャルマッチをはじめ、夕方4時から試合開始となっております。ではここで昨日 IWGP インターコンチネンタルのベルトを取りました新チャンピオンの内藤哲也選手に登壇いただきましょう。あれ椅子一つしかないですか。一つですよね、こっちも使っていいってことですよね。今日はだってほら武士の会見でしょ。俺は付き添いで来ただけですからね。ほら、武士選手も登壇となりました。ではどうしましょうか。本来であれば内藤哲也選手にコメントいただくという予定なんですけども、いや昨日のコメントチェックしました。彼は会見をやりたいと主張してたわけですよ。俺は会見をやりたいなんて言ってないからね。だから今日はてっきり俺は武士の会見だと思って来ただけなんでね、特に話すことはないですよ。もう武士に質問があれば聞いてください。彼の思いの丈をこの場で話してもらうと、そういう回でしょ今日は。僕はそう思ってきましたよ。じゃあ武士選手お願いします。はい、まずね、今日の新日本のツイッターで内藤哲也一躍会見、あれ俺の名前なんでないのかなって、これやっぱ IWGP ジュニア取っても何の代わりもないのかなって、大田区のビッグマッチ、タイトルマッチを勝ったこの
アイドル GP ジュニアのベルトなのに会見も用意されない、やっぱりこの辺のチャンピオンとしての扱いをねちゃんとしてもらいたいっていうのがありますよね、うん、まずそこから変えていきたいですよ。改めてチャンピオンベルトを手に入れての感想としてはいかがですか。感想、いやまあでもこのベルトを目指して僕は戦ったし、このベルト挑戦したくて挑戦したしつもりだし、まあもちろんね、まあ、2度目の挑戦であったけど、まあ、僕にとっては初体感、まあすごく嬉しいですよね、このベルトを目指してる以上は。ではブッシュ選手に対する質疑応答を受け付けたいと思いますが、ご質問ある方いらっしゃいますか。ブッシュ選手、まあ、大田区で、ベルトを取った後、はい、前チャンピオンの串田選手が、うん、あまあ、今注目というような形になってますけども、まあ、ことごとく、跳ねつけているような状況なんですが、うん、改めてその、まあ、串田選手の挑戦要求というのはどういうふうに捉えているのか。ちょっとまあね、今シリーズベルト、ね、タイトルマッチを終えて今シリーズずっと、まあ、本体の選手でありジュニアで絡んだのは田口串田、まあ、その中で、ね、串田がリマッチですか、まあ、要求してますけど他に興味ないのかなと思いますけどね、他にこの IWGP ジュニアのタイトル戦俺と戦いたいっていう人がいないのか、まあ、そもそも俺に興味がないのかよくわかんないけど、このままだとなんだろうな、串田しかね今ね挑戦名乗り出てないから、まあ、おのずと消去法で串田を選ぶしかなくなっちゃうなっていうね、まあ、でも僕としてはね串田が、ね、チャンピオンだった時に前チャンピオンね串田がチャンピオンだった時に俺を指名することにこだわったんですよ。だから僕もね次のね初めてのね防衛戦は慎重に考えて最強の挑戦者を選びたいなって、だから僕が指名したいですね、このベルト戦う相手は、うん、そのどうでしょう、まあ、チャンピオンとして、うん、まあ、そういう意味ではあると指名もできる方がいると思うんですけども、うん、串田選手以外に、まあ、この選手とやってみたいだとか、うん、まあ、あるいは例えばスーパージュニアで敗れた選手だったとか、うん、そういう頭は今のところは大いにありますよ。やっぱりねスーパージュニアってね、一番ここ最近やったシングルじゃないですか、うん、そこでね、まあいいようにやられたっていうか、まあ、そこで自分の中では納得はしてないし、ただね、挑戦などに出てないっていったところでは、まあ、串田になってしまうのかなっていう、そう思うと、なんか残念ですよね、うん、俺に興味がない人たちがいるんだなと思うとね、まあ、本日は次のビッグマッチである両国大会のカードが出ましたが、その中にジュニアの防衛戦は入っていませんでした。うん、これに関しては、うん、どうですか。いや、今は、ね、慎重にやっぱ考えたいし、なんせだってベルトを保持できる期間ってあるわけじゃないですか。どれくらいあるんですか。ちょっと確認しないままで。防衛戦の期限は半年、はい、それを過ぎた場合はどうなるんですか。剥奪されます。おお、じゃあタイトルマッチやります、やりませんというのは自分で決めていいってことですか。まあギリギリまでとはね言わないですけど、まあ僕が選ぶまでは、この次の挑戦者はね考えさせてもらいます。その防衛期限の中には東京ドームも入ってくるんです、うん、その辺はブッシュ選手の中で頭にはありますか。いや、東京ドームのね、リングはね、まだ、まあ、今年ですか、まあ、セコンドですけどね、内藤と一緒に、ぐらいなんでね、まあ、堂々とね、入場したいなっていうね、後もありますよ。うん、他にご質問ある方。内藤選手は、まあ、ヘビだったり、昨日のインターコンテンツ、ベルトを、まあ、相手の負かずに、まあ、投げ捨てるっていうふうに、うん、まあ、アピールとの指導
だと思うんですけど、西選手が取った後、まあ、一定結構入場してると思うんですけど、うん、それはやっぱりそれも嬉しいというか、喜ぶ。もうやっぱこのベルトを目指したからにやっぱ巻いてみたいなっていうね、とりあえず巻いてみたっていうね、自分の中でしっくり来なかったらまあどうするのかなって感じですけどね、うん、まあでも素直に嬉しいですよね、うん、自分が今チャンピオンなんだって思うと、うん、付き添いの方には質問しても大丈夫なの？質問によりますね。あ、まあ、昨日そちらにあるインターコンチのベルトを、はい、取られて、はい、まあ今後のですね、はい、プランといいますか、まずは東京スポーツさん、ちゃんとマナーモードになってますか今日は？なってます。なってますか？チェックした方がいいんじゃないですか？そしてますね。大丈夫。完璧、完璧です。電源を切ってます。まあ神戸での試合の前からね、もう結果は見えてたわけで、まあ、これから年末、そしてまあ来年にかけてのプランもね、もちろん練ってますよ。たださ、今日はあくまでも武士の会見だから、俺に何か答えてほしいんだったら、そういうなんかちゃんとした場を用意していただきたいですよね。例えば新日本プロレスワールドの中でもインタビュー with ロスインゴベルナーベスでハポンとかあるわけでしょ。そういうとこでじっくりお話しますよ。まあまあでもリング上で、昨日リング上で言ったことがほぼほぼ全てですよね。このベルト俺は欲しいなんて言ってないですからね。ただ歴代チャンピオンを見てたらさ、ラ・ソンブラっていう名前を見て、あ、そういえば彼も巻いてたな。そしてまあ昨日の会場である神戸ワールド記念ホール、1年前の神戸ワールド記念ホール、俺が初めてパレハという言葉を発した会場ですよ。1年前の神戸大会ではまだロースイングベルナーブレスでハポンはできてないわけで、なんなら俺一人でまだ日本では活動してたわけでね、神戸の会場の反応も昨日と1年前とでは全然違ったし、まあ、この1年いろいろなことが、いや俺が日本にロースイングベルナーブレスを持ち帰ってきて、まあ、1年ちょっと随分と景色が変わってしまったなと。まああとはこの意味分かってます？東京スポーツ岡本記者分かってますか？パーカーに注目しようと思って。あ、そっちですか。いいパーカーだなと思って。いやいや、やっぱ今もうね、いくつかの団体に分かれてしまったし、国もいくつかの国に分かれてしまったけど、俺たちロスインゴベルナーブレスは常にここでつながってると。なんかそんな縁をね、このベルトの歴代保持者を見てて感じたし、まあ改めて俺をロスインゴベルナーブレスに招き入れてくれたラ・ソンブラに、そして受け入れてくれたロスインゴベルナーブレスのメンバーに感謝だなと、まあ昨日改めて思いましたよ。まあ、その程度ですかね。他にご質問ある方、はい。内藤選手に伺いたいんですが、まあ、先ほど、まあ、武士選手にもお伺いした件なんですが、両国大会ではインターコンチの防衛戦は組まれていません。
で、まあ、そのことについてと、あと、まあ、エルガ選手を倒したことで、はい、ちょっと今パッとこう、まあ、武士選手の串田選手に当たるような選手というのがちょっと今見当たらないような状況なんですけども、はい、内藤選手の中では防衛する相手というのは、浮かんでるんでしょうか。まあ浮かんでますよ、何名か。でもさ、つい数ヶ月前ですよ、僕が IWGP ヘビー級を持ってた時に、当時チャンピオンだった俺のリクエストは結局受け入れてもらえなかったからね。防衛戦の相手全く受け入れてもらえなかったから、結局俺にね、何の決定権もないから、だから別に俺が指名しなくても自然と新日本プロレスが用意してくれるんでしょう。まあなんか言うだけ損かなと思っちゃってるんでね。まあここでいついつどこでタイトルマッチをやりたいです。僕の中で特に希望はないですよ。むしろね、この状況を、まあ、この数ヶ月やっぱね、今プロレス界で最も神ってる俺にね、絡むべきでしょ。絡んだら美味しいからね。だからそういう、気持ちがある選手がね、ぜひ名乗りを上げるべきなんじゃないんですか。まあ決定権はさっきも言ったように俺にはないからね。まあでも名乗りを上げるのは自由なんで、どんどん上げればいいんじゃない。金光でもいいんじゃない。名乗り上げればいいじゃん。まあ、先ほども武士選手の東京ドームの話を聞きましたが、まあ、昨日のコメントでこのインターコンチというベルトを内藤選手は、はい、自分を東京ドームのメインが引きずり下ろしたベルトというような表現をされていましたが、はい、どうしてこのベルトを持って東京ドームというビジョンが浮かんでいるのか、それともまあその引きずり下ろしたようなことをちょっとまたご自身の中で何か考えていらっしゃる、その辺はいかがでしょうか。なんか浮かんでます。内藤が東京ドームに向けて何をするか浮かんでます。何が浮かんでます。まあ、よくおっしゃってるファン投票、その辺を、ほう、まあさ、まだね、東京ドームのカードは出てないからね、まあ、そのなんとか投票に関してはね、別にまだはっきりと言う必要はないかなと。なんならだって東京ドームで防衛戦やらなきゃいけないっていうルールもないからね、やらなくてもいいんでしょう。なのでね、まあファン投票をするのかしないのか、東京ドームで内藤はタイトルマッチを行うのか行わないのか、行う場合相手は果たして誰なのか、その辺は皆さんで想像して楽しんでおいてくださいよ。答えはまあそのうちわかるでしょう。そのわかる瞬間まで何ですか。トランキー、ちょっと聞こえないですね。トランキー、トランキー、トランキー。その続きは何ですか。アセンド、そういうことですよ。なんで照れてるんですか。はい、まあ、先ほどあの1年という話ありましたけど、どうしてこの1年でこの2人、今ベルトホルダーというかをでこの、まあ、現状についてその、まあ、ある程度の達成感というのは内藤選手があると思います。あ、僕いいですか。僕に実選手も取ったということで、まあ、メンバー2人のタイトルホルダー出たっていうのは、まあ、結構の成果だと思います。まあそうですね、まあでももう俺自身に関してはね、もう
ベルトの存在を超えてしまったかなと思ってるし、よく言われるんですよ。イングベルナブレス、まあ、ロスイングベルナブレスでハポンでベルトを独占したらかっこいいじゃないかとか。でもね、俺はあんまりそんなことに興味はなくて、ね、欲しく、まあ俺は別に欲しいなんて言ってないベルトを結局取ってしまったけども、別にね、欲しくもないベルトにイングベルナブレスで独占するしたいがためだけに挑戦する意味ってないからね。俺が IWGP ヘビー級持ってた時も、まあ、真田でありイービルが IWGP ヘビーを欲しいんだったら、たとえ仲間だろうと戦うべきだと思ってたから。だからもしね、真田イービルがこのベルトを欲しいって言うんだったら、それは正々堂々と戦いますよ。なので独占したいっていう欲もないし、達成感、それもなんかあんまないっていうか、まあでも武士はね、このベルトを目指したわけだから、彼は彼で今多少なりの達成感は何か味わってるんじゃないですか。まあでもこれを僕の時と一緒ですよ。これを達成した時にまた新たな目標が多分今彼の中でできてるはずなんで、僕はそこをすごい楽しみにしてます。まあこのね、ベルトに関して言うならば、まあなんだろうな、去年の今頃で言うならば、ね、復帰する前だったし、思い出しただけでも本当泣けるぐらい辛い日々を過ごして、まあ、プロレスと向き合うまで時間かかって、まあ、なんだろうな、今週の誰かの選手日記でも触れてたんだけど、あ、1年前ってそんなことあったんだなってね、この病院での生活だったり、まあ、このベルトに近づくために、俺は、で、年明けじゃないけど、まあ、復帰して早々に CMLL のベルトに近づいて、それを踏み台に IWGP ジュニアにたどり着いたわけで、それが今に至ってるわけで、うん、もうまさにね、本当激動の1年だったなっていうね、まあ、1年も経ってないけど、うん、本当感慨深いところありますよね。なんかそれを含めて、ね、このロスイングベルナーブレスでハポンに合流したのもやっぱりまさにデスティーノだったんじゃないかなって思っちゃいますね。はい、ありがとうございます。それでは質疑応答に関しては以上とさせていただきます。この後は写真撮影を行いますが、インターネット中継ご覧の皆様とはこちらでお別れとなります。本日もご視聴誠にありがとうございました。アスタレゴ。